ティム・ギーゼンは、ドイツの元男子アイスダンス選手。パートナーは、ステファニー・フローベルク、クリスティーナ・バイヤーなど。2010から2011年シーズン、ISU グランプリシリーズに出場。1988年、西ドイツのブッパータール生まれ。1996年にスケートを始める。フランケシュタインとのカップルを経て2002年に、サスキア・ブラルと組国最強議会に出場。 2005年からは ISU ジュニアグランプリに参戦。2006年の ISU ジュニアグランプリ春ギタ杯では5位には、いるがこのシーズンでブラルが引退する。翌シーズンは、ロシアのヤナ・ベルネルと組 ISU ジュニアグランプリに出場、ドイツフィギュアスケート選手権、ジュニアクラスで2位になるも1シーズンで解散。翌2008から9年シーズンには、 ドイツアイスダンスの第一人者クリスティーナ・バヤーと組んだがドイツ選手権で表彰台に届かずカップルを解散する。ジュニア年齢最後のシーズンとなった2009年にステファニー・フローベルクとのカップルを結成。ISU ジュニアグランプリで5位、4位の成績を挙げ、ドイツ選手権ではジュニアクラスで優勝、世界ジュニアフィギュアスケート選手権のドイツ代表となる。 翌2010から11年シーズンには ISU グランプリシリーズに大会に招待を受ける。ありがとうございます。